いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。今日のコンサートめちゃくちゃ面白かった。もう感動した。僕最近イエローモンキーのファンだったんですけど、イエローモンキーのデビューシングルってどれですか？デビューシングル、シングル。あの聞いてる？噂で聞いたんですけど、大阪で400枚ぐらいしか売れない。デビューシングル。え？どれですか？じゃこれなんです。これですか？あ、わ、この子はメンバーの顔がない。あ、あ、あれ？みんなメンバーこの子は派手ですね。そうそう。あ、やべえ、俺太ってるわ。そして4月。え、あ、次のシングルがいいな。あ、そっか、これですよ。あ、これしてる。これがもうアバンギャルドで行こうよ、ベイベー。知ってる、知ってる。名曲と言われた、うん、これなんか、ボーカルの人女装してますよ。ええ、あ、あ、これボーカルの人、これあれ、あ、どうしたの？まだ治ってなかったんだ、病気が。病み上がり、そう、病み上がり、退院した時にね。これなんでこんな坊主にしたんですか、この人。これは何ですか？これひまわり。そう、ひまわり。レタイヤ。これがね、一応まあ、なんつったんやろかな。なんだ。ショーブレイク。ショーブレイク。ショーブレイク。ところでね、うん、お客さん来ねえな、どうでもいい。あ、俺ここだよ。一人しかいない。お客さんその一種。これは？これはもういいよ。これ知ってるよ、これスマイル。こう来たんだよ。これからだよ、僕知ってんの。あ、本当？うん。こっから僕知ってる。こっから有名なんだわ。こっからね、あのバンドのメンバーの人たちもね、うん、ちょっとあのなんだろう、人当たりが良くなったかも。これポスター？これパンフレットなの。パンフレットなの？これもすごいな、なんか怖そうだな、みんな。いやいや、怖くないよ。どれがね、怖い怖いな。これはこれからやっぱり、え、これはだってあれだもん、イエス TBS でやあれだよ、ね、タキさんがやってたあのドラキュラが狙ってるんだよ。あっ、はもうイエスタイアップだね。タイアップだよ。イエローモンキーがタイアップ。タイアップ。タイアップ。うん。しかも全国ネットじゃないですか、ほとんど。そう。メンバー減っちゃって。何でしょう。何でしょう。みんな怖いね、写真が。だんだん、これすごい怖いよ。それ怖いよ、ね。大丈夫、だんだん優しくなってくるから。あ、これ、これだね。これ、これすごい優しいね、みんな。そう。これ知ってるよ。カラオケで歌うんでしょ？歌ったことあるよ。この辺はもう、カラオケ。これ、息継ぎするとこないんだよ。これ大変だよ。よくあの、ボーカルの人もテレビで辛い思いしてる。あ、僕テレビで見たら、ボーカルの人と曲の途中で咳してたよ。そしてこの、これだよ。これ、今大好評。これ持ってるよ、僕。あ、持ってるか。持ってんのか。持ってるよ。うん、これは持ってないで、学校で大変だもん。そうか、ね、うん。これもやっぱり怖いね。あ、怖い。